こんにちは、ジーヴマスです。はい、今日もやってまいりました。今回は新車のボクシーの紹介になります。あ、新車紹介コーナー。はい、新車紹介コーナーです。で、今回のボクシーなんですけど、まあ見てもらったら分かると思うんですけど、いつものアドミネーションコンプリートがあります。やんな、やっぱ、はい、アドミネーションコンプリート。そしたらこちらのお車の、まあ取り付けた部品とか、内外装のオプションをちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい、そしたらね、まずフロント周りから見ていきます。はい、はい、フロントは、今回はブラックの車なんですけど、アドミネーションさんのエアロが今回も、ブラックの統一していつものやつついてる。オールブラックでさせてもらいました。これそうしたら下もここの部分ついてる。はい、まあ、黒の、このフードトップから始まってフェイスも全部変わってて、この黒の統一感が出てるんで、もう前から見たらもう真っ黒って感じだもん。真っ黒で高級感もありつつ迫力があるっていう、もうなんかボクシーやけどボクシーじゃないみたいな。確かにどっしり感がすごい。このアドミネーションさんのこの黒の統一めちゃめちゃ人気やな。確かにな、めっちゃ人気ある。ほんならそのままサイドいきます。はい、はい、続いてサイドに回ってきました。はい、はい、サイドはこんな感じになってます。おお、ついてるわ。ついてるわ。そう、まあ、サイドもちょっとつけてるもんが何点かあるんで、うん、まずは、まあ、フロントからそのエアローですね。今回アドミネーションさんのサイドステップが今回さ、ここの下行って奥みたいな感じ。もともと純正のここマットガードのところを、このまま繋がってるっていうサイドステップになります。はい、で、今回ちょっと見てほしいんですけど、うん、ホイール思ったで、ね、ホイールちょっと見てほしい、うん、例 の, あの新作ホイール。そう、新作ホイール、2021年のワークさんの新作ホイール、うん、で、これなんと世にまだ出回ってないっていう。20インチとかラインナップであるんですけど、うん、19インチはワークさんの営業の方も言ってました。19インチはジールさんが初めての注文です、出荷もジールさん初めてなんで。あ、そうなんや。だから日本初。じゃあもう街中見てもこれ装着して走ってる車はいまへん。いまへん。いまへん。はい、あ、珍しいでしょ、うん、で、今回そのワークさんの、今回ランベックっていうシリーズの LS10 LS10、 そう、そのホイールを装着させてもらいました。黒にこのグリミットシルバーやったっけ。グリミットシルバー、あー似合うな。なんかあれやな、このアルマイトリムにディスク、うん、この何とも言えん絶妙なシルバー感がある、うん、確かにグリミットシルバー、うん、グリミットシルバー、これワークさんの人気カラーなんで、あー、なんか印象がもう一気にスポーツ感が出てくるっていう、うん、なんかどのカラーにも合うもんな。あ、確かに、多分黒、今回黒なんですけど白とかどの色の車に合うと思うんで。で、前回ホイール届いて組み付けからその車体の取り付けまでの動画が別で撮ってあるんで、そちらもご覧ください。はい、はい、で、今回なんですけど、ローダーしてます。あ、はい、なんと中見てもらったら、赤いの見えた。あー、もういつものやつです。赤いのついてるわ。ってことは、ブリッツさんですね。あ、ブリッツさんの車庫帳、はい、ZZR ダンパーの車庫帳が今回も装着されてます。はい、はい、はい、リアに回ってきました。はい、はい、リアなんですけど、今回、まず下からいきます。これ下からアドミネーションさんの、エアロですね。あ、エアロです。エアロです。今回ももちろん、ブラックで一色で統一させてもらいました。統一感があるな。統一感があります。で、そこにプラスアルファでつくこれ、こちらですね。アドミネーションさんの4本出しのマフラーです。クリスマスプレゼントに人気のマフラーか。え、そうなん。え、マフラーってよく。あ、負けたりせんの。マフラー、うん、あ、マフラー、あ、マフラー、ごめん、ちょっと僕、あ、クリスマスプレゼントは、うん、マフラー。こっちはマフラー。もうパンチングも効いてていいですよ。で、その上ですね。はい、今回バレンティさんのレボテール。お、ほんまや。今回はレッドレンズで。あ、レッド、レッドレンズ。やっぱもう真っ黒の中に赤がおったら
めっちゃメリハリついていいな。メリハリつく。で、まあ、リフレクターも赤なんで、ちょっと上下のバランス取れてるっていう感じで。あ、はい、あ。ほんで、ローモートもついてるから。あ、そうそうそう。ちょっと、ちらっと後で引っ掛けます。はい。で、今回は、リアの5面のガラス、スモークセコさせてもらってます。いつものやつ。中が見えなくなってます。見えません。マストしか映ってない。はい。じゃあ、そしたら、テールランプと下のローマウントがついてるんで、ちょっと一回光らしてみます。あと、マフラーと、マフラーと、いきます。内装に行きたいと思います。はい。ナビ今回見てほしいんですけど、はい。ああもうすいません。いつも通り大人気の、カロッツェリアのサイバーナビ。10インチのやつ？10インチのやつ装着してます。でかいなやっぱ。でかいな。で今回は、きらめき3なんで、もちろんシートがハーフレザーに変わってますと。あ、ほんまや。全席ハーフレザー。全席ハーフレザー。やっぱハーフレザーになるだけで高級感違うよな。違いますね。うん、はい、確かに。もうこれ標準からこれっていうのが、まあ、ZS キラメキ3はちょっと嬉しいところやな、要素としては。ただでもジールのお客様はシートカバーつける人多いけどな。それつけたらちょっとせっかくのハーフレザーが、まあそれはそれでジールのオリジナルシートカバーがついてかっこいいんですけど、うん、まあこれはこれでこのまま乗っていただけるっていうのもすごくかっこいいと思う。どっちでもかっこいいもんな。どっちでもかっこいい、うん、なんか言いたそうやろ。いや、別に。あ、ほんま？あ、ほんなら、いやいや、ちゃう言いたいね、俺も久しぶりに。何を？まあ、見てほしいんやって今回、あのシリーズやから。あのシリーズ、あのシリーズ、もう早く見てほしい。あのシリーズ、ちょっとカメラこっち来て、早く見てほしいね。あ、これ見てほしかったよ、もう。はい、これがついてるってことは、うわっ、寸分の狂いがありません。当たり前やん。狂ってないね、これは。ジールのオリジナルフロアマット、寸分の、かっこ寸分の狂いなしシリーズですね。あ、が装着されてる。はい、装着されてます。今回トリムもブラックなんや。トリムもブラックで。あ、なんかもう中が黒やから、真っ黒、真っ黒、めちゃめちゃ統一感があって、なんかもうかっこいい空間みたいな、そう、バッチグーな組み合わせになってます。はい、はい、ということで、一周ぐるっと、こちらのお車の内外装のオプションの紹介をさせていただきました。はい、はい、今回なんですけど、今回のお車は大阪府のお客様で、あ、弊社で新車をご注文いただいて、で今回仕様がアドミレーションコンプリとかがいいですっていうことだったんで、今回こちらのヤロを装着させていただきました。はい、はい、で、こちらの車なんですけど、もうこれから納車させていただくんで、もうこれも納車前寸前やね。納車前寸前だから、もうちょっとしたらお客様来られるんで楽しみにしておいてください。今回はこちらのアドミネーションコンプリートカーの、ご紹介でした。はい、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。